同じ出てる。ちょっともうちょっとボーってなっちゃう。ボーこれ。ねえ、何ケープした方がよかった。ケープいらない。ケープカピカピになってる。あー何時間だ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 。ピーピーあいばすビビステービビステーイはい始まりました。久しぶり。そうです、約1ヶ月お休みをいただいて、うん、まあ個人的な私たちの話だけど、ね、はい、今ビビステでね、なんでタイトル迷ったかっていうと、うん、S と T がいない。 S と T あ T じゃないか、まあ、スと T がいなかったんでね、ちょっと分かんなかったんですけど、ピビステでございます。あ、どこ座る？なんでどこが？どこよ、痛いです、痛いです。あ、痛くする、痛いよ。はい、ということで始まりました。毎月第4回金曜日にやってました、ピビステ、うん、今日は、はい、月曜日です。最終回スペシャルだからね、曜日も変えようかなって思った感じです。そうなの？そう、30のが決まりがいいじゃん、だって。何？そう？うん、5の倍数って好きだけど、5630 今月7月だから5735なんだからね。35はない、ないからしょうがなく5月にし、30日にしました。わーわー、今日はね、いつものニーニーに加えて、うん、新しいニーニーも、あー出ても見えないんですけどね、はい、来ていただいております。ありがとうございます。よろしくお願いします、はい、総勢300人でね、はい、お送りしたいと思います。すごいね、後ろの人すごいすごいね、テンション上げてこう。テンションは高いの、高いのが表現できないんだよね、うん、多分ね。こんばんはってコメントもらってます。ヨシイノリさん、ヨッシーさんかな、ヨッシーさん、ヨッシーさん、なんで見たの今。仲いいかなと思う。こんばんは、はい、こんばんは、オツ、はい、オツです。はい、じゃあ自己紹介しますか。早速、早速最後の自己紹介、これ寂しいね。最後の自己紹介ではないよ、ここで自己紹介はいっぱいあるから、ここでの、そう、ここでのね、はい、今日はうなりです。はい、皆さんこんばんは。はい、ぴょこぴょこひよこアイドル、みんなのビタミンシーニャーこと山崎シーナです。シーニャーって呼んでください、せーの、シーニャー、うん、ありがとうございます。すごいでしょ、これ作ってもらったので番組用として持ってきました。いいじゃん、めでたい、超めでたいよ、黄色に金、今日はあっとうなりの青が入ってます。これね、新しい T シャツなのでよかったら買ってください。ありがとうございます。イエーイ、イエーイ。はい、皆さんこんばんは、こんばんは。リアルフィギュア的なコミケアイドル、カロリとチンテールがトレードマークの現在に募集中の姫様こと桃園桃です。皆さん桃たんって呼んでください、せーの、桃たん。ということでこれ出し忘れちゃった、桃園桃です。はい、じゃあこれ実は最終回に向けて1年以上使ってこのボロボロのこれね、ちょっと書き直してきました。ダン、現在ミニアルバム発売中、アリスのラブポーション含む全4曲、はい、何しに行ってしなくてもも発売してます。はい、そしてブルーン、桃園のブログが芸能人公式ブログになりました。イエーイ、メーバーブログさんで毎日更新しております。はい、秘密の桃園、そしてアメブロにとも書けないな、アメブロもだけどグリーも芸能人公式ブログで書いてます。イエーイ、こちらアメブロとは全く違ったつぶやきが見られるのでね、ぜひ1日1回ぐらいつぶやいてみようかったら
見てください。秘密。秘密の桃園。そして大事なことがあります。ダン。最初に言います。何回か。うん、9月17日、桃園桃バースデーライブしまーす。はい。ブルーン。東高円寺ロサンゼルスクラブさん。見えない。見えないね。ね持ってた方がいい。大丈夫、両方的に正しく東高円寺ロサンゼルスクラブさん8時45分スタート。8時18時、18時45分スタート予定。チケット3000円、ゲスト様多数お呼びして迎えたいと思います。そうだな、ね、1回のことなんでぜひ来てほしいと思いますね。大丈夫かな、うん、画面の前のみんなも大丈夫かな。はい、桃園の生まれてこの方2121年、はい、全力で走ってきましたのでね、ぜひこの来ていただきたいと思います。すごい走ってる。足とかね、その辺のレスラーランニングしてるよりすごい。ということで、桃園桃でした。いらっしゃいませ。今また新しいニーニーが、そういうことでね、はい、途中からも参加 OK なので、ぜひぜひ。はぁ、何今日やることないとか言ってさ、うん、振り返ればいいじゃん全部、うん、乗り気じゃない。覚えてない、乗り気じゃなさすぎた。そうです、この番組去年のね、6月、いつ始まったの？6月、うん、ちょっとお腹空いた。あ、それ先ある？先の方だ。そうだね、話長くなるんで、じゃあ先にお会計すんだら。あ、でもお会計ね。はい、到着でーす。あー、いや、いつもこのコーナー。お菓子をもらえますか？せーの、お菓子だー。はい、ある。最終回だからパーティーっぽく皆さんで。わーい、みんなありがとう。最後までお菓子が途切れることなかったね。うん、幸せだね。あ、美味しいやつじゃない？KFC や。KFC や。KFC。あー、カンタさん来ましたー。これさ、下の方が真ん中なのに。あ、確かに。はいや。ということで、いっぱいいただきました。ちょっと出しましょう。出しましょう。ちょっとさ、食べ物ばかりがないですね。ね、食べ物あっしゃいみたいな質問だけど、はい、さあ、すごいよ、みんな大好きそうなのって。チキンナゲット、ダベッコ動物、ビスコ、うまい。夜ご飯だ。いやね、見てー、ポッキーが来ました。はーい、ポッキーさ、ももちゃん、あれ当たった？まだだよ、まだ8月末だから。今から出す。15枚ぐらい集まって、30本ポッキー食べたんだからね。自分の体を見直した。どうだった？ポッキー30個入ってた。相当お腹の。やばいね、高カロリー摂取です。でもしあれ、あの、当たったらガラガラがもらえる。そう、ポッキーでね。それをモモちゃんが必死に集めてたわけですよ。いつからだろうね。シマロクマ。結構集めて。ここぐらい上げた気がする。ね、みんなのおかげでまだ当たってない。まだ当たってない。いやでもね、これみんなの熱が冷めてきた頃の第2回締め切りの方がいいと思った。あの、抽選で1回2回って分かれてる景品とか、うん、を1回目はみんなから全力で、うわ、シェイクさんよっしゃるかもしれないけど、2回目忘れているかなみたいな。そうでもないのかな。景品マニアス見てたら違うよとか。よし、あったコメント。みんな興味なし？あんまりないんですよ。そっか、いつもには興味なし。早く食べる人。あれ、なんで元気ないんだろう。今日比較的みんな最終回で
寂しいじゃないの。金の蔓延してる感じ。何？生産するんじゃなくて、ファンドワード番組だからね。これ、今からは5分くらい食事タイムです。カスタードとアンダーに打ってるのね、顔に。どっち？あれ、ジョニーが何か言いたそう。出てきて、前に出てきて。いつもの黒い人の前に出てきました。はい、ということで、じゃあみんながパン焼き、食べたい焼きやってる間に、じゃああれかな、繰り返そうよ、繰り返ろうよ。でもじゃあ最初の方私いないから。じゃあ第2回まではやっとくね。第何ゼロ回目もあるんですよ。あ、そうだ、ゼロ回目もあるの、うん。ゼロ回目はみんなで企画会議をしよう。ゼロ回目来てくれた人、おお、300人。見た？さっきと一緒に見た人いた？見たよ。あれでインターネットから。まだいないよ。でも画面の皆さん。画面の皆さんここにいるから、ほら大丈夫だ。そう、ゼロ回目はみんなで、みんなのニーニーの皆さんに来てもらって、どういう番組にしようかって決めたの。うん、どうなったの？それでどうなったの？いくつか決まったんだけどね、うん、続行できた？あれできたよ、ももちゃんのコスプレコーナーは続行したよ。でもそれ以外はね、何もできなかった。何があったか忘れちゃったよね。もうみんな忘れてる。そうだよね、うん、っていう回だったんだけど、なんかね、一番番組っぽかったよって言われた。企画会議だ。そう、もう最初だけじゃん。ゼロ回目で全身全霊すぎたね、多分ね。ん？いや大丈夫、どうぞ。で1回目何したっけ？浴衣着てたか。ああ、よく覚えてる。そう、7月なんでね、花火大会ってことで浴衣を着ました。だから今日本当は浴衣着ようと思ったの、最後だから。そうだね、そんなの間に合いませんでした。そう、急だったからね。 T シャツの予定で言ったら、ね、昨日ね、衣装何でもいいよって言われて、おおって思ったね。浴衣を買うのはね、ちょっとあれだったの。なぜなら、あの、実家にいっぱいあるから、もったいないじゃん。もったいない。そう、でも取りに行く余裕もなかった。寝て終わった。だ、去年のね、PB ステに来た浴衣のまんま洗わないで置いてあるよ。クリーニング出そうって思って。クリーニングじゃなきゃダメでしょ。でも1年置きっぱなしだけど、ちょっと生存不可能でね、確認できてません。で、浴衣着たね。いつもバロリでしょ、私。だけど、うん、その時はちゃんと長いの着たの。ちゃんとした浴衣。そう、ちゃんとした浴衣。いつもちゃんとした浴衣じゃなくてバロリだからいいんです。あれ違うもんね。そう、ちゃんとした浴衣。そうだね、今日着ればよかったね。うん、でもほら、1週間ぐらい前に決めてれば、うん、クリーニング出したんだけど。常にクリーニング出そう。そうだね、すぐ出さないとダメだね。そうです。じゃあ、そんな1回目。浴衣で、はい。で、2回目は？2回目の8月。あ、なんかグラビア班が。おお、なんでそんなによく覚えてんの？グラビア班襲来？うん。襲来？そう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 、グラビアの子が来て、あ、それも番組っぽかったよね。だってゲストの皆さんですっつって。どうだった？でね、野々江里ちゃんっていう。うんうん。あれ違うな。そう、グラビアで来てくれたんだけど、そんな細い体を保つには何を食べてるんですかって聞いて、うん、忘れたよ、何だったか今言おうとして。ご飯かな。スターバーエリー遅刻。コメントで、コメント、うん、なんかエリちゃんが20分ぐらいに到着します。はい、ちょっとお待ちください。プラナリアのね、スターバーエリちゃん大きい方、大きい方、背が大きい方。あと5分ぐらいです。そうそうそう。で、第3回目誕生日。登場？登場はいいよ。誕生日か。誕生日やったでしょ。そうそうそう、誕生日パーティーをここでやった、9月。で、私が冷やかしに来た、初めて。外にいた時だよね。そうそうそう、そう、なんか外いっぱいいたな。外でラーメン食べてた、多分ね。ラーメンはまた違う。あ、それ違うかい。それはシニアさんじゃないわ。あれ、誕生日来たのは誰？シーナさん。シーナ、あ、シーナさんって呼びよ。シーナさん。どっち？あ、本物？本物。そうです。うん。
すごかったねあれたまに 見るんだけど。そうだね、自由だったね。うん、そんな誕生日でした。でした。で10月かぼちゃ、もうかぼちゃ早くない？え、あれは椎名さんゲストで来たのいつ？その次じゃない？あ、もっと後なんだそう、かぼちゃの会は10月はあれだね。うん、なんだっけ、私がハロウィンでかぼちゃの会 MC できなかった。それか、うん、椎名さん一人で MC をやりましょう会でした。無理だった。で、ももちゃんが咳いっぱいしてた。したねあん時すごいコンコン病蔓延中で、うん、一言喋ると3つくらい咳出たもんね咳のんが多かった。名古屋行ったり。そうそうそう、名古屋でも咳したけどね、うん、そうだね、風邪が流行ってるんでね、気をつけて。その次の回で私が声が出なくなった。そっか、うん、喋ってなかったもんね。まあだから彼女が出てくれたんだけど親戚？うん、ファン、ファン夢咲椎名さんのファンの椎名さんがゲストで来てくれたんですよ、その時。あと相方の人と。パイソン？パイソンパイソンどこ行ったんだろう。パイソンはもう引退じゃない多分、うん、パイソン357ね、どこ行っちゃったんだろう。来てくださいましたね、はい、うん、おぎくぼのマンションに住んでるって情報を仕入れちゃう。あ、でもビザが切れたから異国に帰ったって。そう、白欧、うん、北欧から来たんだっけ。白欧かんない白欧って顔が白いだけ白桃白桃。そうだね、そんなで感じが。クリスマス、そうクリスマスが一番すごかったよね。今日クリスマスみたいにやるのかと思ったんだ。クリスマス超パーティーだったんだよ、うん、ビンゴみたいな。ビンゴやってないけど、ビンゴじゃんけん大会とかやって私物じゃんけんをしてみんなにあげた。あの時一番みんな楽しそうじゃなかった。だから今日そういう感じでやるんだと思ってたら、ね、ちゃんと椅子があったから、うん、普通だった。ちゃんとしなきゃいけないんだなと思って、うん、え、立って今パーティーする？立ついいの今日は若干喉が声が出ないニーニーがいるんだよね。喋りたそうだけどお口にチャックな顔してる。いいよ、みんなそれにつられてお口にチャックじゃなくても大丈夫ですよ。積極性をアピールしよう。これみんなが喋ってもね、俺たちの声マイクに拾われてないじゃんって思うかもしれないけど、繰り返すからこっちでも、うん、大丈夫、大丈夫、大事なことを繰り返します、うん、です。で1月、あれ1月の記憶がないね。うん1月？いや多分クリスマスが強烈すぎて。お正月でしょ。お正月ね、正月でパジャマ着たってこと覚えてんだけど、うん、何したか覚えてない。うん、覚えてない。覚えてない。じゃあ飛ばそう。あ、でもあ、そう、何スリッパ羽付きするっていう話もしたね。その頃から口酸っぱく言いまくってた、あのアクバ忍者のことが始まってたから、朗読劇とかを2月にやるっていう宣伝をしてたのしか覚えてない。そうですね、はい、一大イベントの DVD、 うん、秋葉大戦、秋葉忍者大戦シリーズが発売に向けての宣伝会。うん、うん、今日持ってない。うん、みんな持ってる。うん、物販にあるね、出さないと。ちょ、取ってこよう。はい、つないで、つないでって。料理をだからだからそれを、その秋葉忍者大戦シリーズのことをいっぱい言ってたから、それしか記憶がない。1,2,3 ぐらい、1月2月3月ぐらい。うん、そう。ペオ。はい。だからなんていうのかな、なんか161号。はい、来ました。はい、じゃん。はい、こちらがさっきからね言ってる秋葉大戦忍者。え？秋葉忍者大戦1615覚醒。え、ちょっと待って全然違う。はい、やってきました。
封印です。こちらはボイスドラマに入ってるよ。あそこで言えばボイスドラマになってまして、うん、これあのシーニャがオープニング歌ってます。はい、歌ってます。な、何の花？え、風の舞。風の舞っていう歌を歌ってます。はい、はい、で、プラナリアのね、双葉エリちゃんと双葉ゆりちゃんが主演準主演という形で声をやってます。うん、すごいよ、すごいいろんな出演者来て。ちなみに本当に豆知識なんですけど、あそこのピンク私がイメージらしいです。やったー、うん、そう、まあ、ポニーテールですけどね。はい、ということで1615でした。はい、そしてこちら、じゃじゃん、秋葉忍者大戦2012覚醒、イエーイ。はい、こちらは、桃園主演でやらさせていただいてます。そしてもちろん姫崎椎名、はい、います。神田、神田さんち、神田何、高子、神田っていう名字じゃない、あ、名字違ってんだ。間違ってた。神田流の足立貴子。そうですか。高子は分かったんだけど、はい、神田さんちの役と、私が秋葉流で秋葉美琴です。あのね、これの時に秋葉美琴っていうストラップを作って、あの物販の特典でね、DVD の特典であげてたんですけど、話をね全く知らなかったニーニーが買ってくれることになって、いや特典つくんですよって持ってったら、いや俺秋葉好きじゃないしって言われて、好きじゃないっていうか、秋葉がそんな好きじゃないしって言われて、そのゆえんが秋葉命って書いて秋葉美琴って読むんですけど、秋葉命って書いたストラップを作ったんですよ。だから秋葉超好きな人のストラップみたいな出来上がっちゃって、ひらがなで変えたらよかったんですよね。そんな思い出です。今買っても要望があれば作ります。2個買ってくれとね、作る。そうです。はい、あと、あ、そうです、オープニングとエンディングも桃園の歌わせていただいてるので、ぜひこちらお願いします。イエーイ。はい、そんな感じで、エリちゃん、エリちゃん、あ、遅刻した人が到着しました。やだ、今どうしたらいい、どうする、着替える、出る、もうはい、はい、遅刻していた双葉エリちゃんが到着しました。今見切れたよ、今見切れたよ。すいません。はい、そうだね、うん、そんな1月でした。2月、3月、そうだね、2月も一緒だね。うん、だってずっと残って言ってたんだよ。これすごかったよね、うんうん、だってね、ライブ中の MC でね、これがちゃんとね宣伝できないと怒られたんだから。まさかの告知で怒られるっていうね。幻のライブもあったわけですけれども、うん、これみんな何回か見てくれてるかしら。あ、うんうんって言ってくれた。でも意外とね、みんな買って見てくれてた、うんうん、感想、今日は感想言いに来ましたとかいうニーニーもいてね、嬉しいばかりでございます。うん、エリポン酢醤油、うん、そう、うん、秋葉美琴、今日はコメント全然拾っていない、ね、ちょっと拾ってあげて。何この人形は顔が猪木って、わかんない。撮影は2月、寒かったねって。誰知ってるの、それは。そうか、うんそう、2月でね、寒かったです。すんごい寒かったけど。あ、来たよ。はい、おかえり。ただいまです。はい、どうぞ。ヘロヘロで、あ、すごいビップだよね、後から登場ね。ちょっと最終回にこんな登場するとは自分でも思いませんでした。なんか地球上でバタバタあったらしくて、あ、地球じゃないの、桃園崎くん、自己紹介する、あ、そうそう、大丈夫、喉を潤す、喉を潤すものがないんで大丈夫です。ないって、じゃあ自己紹介、
いらっしゃい。はい、あ、見えてるかな。あら、かわいい。はい、双葉えりです。普段はあのプラナリアでユニットでやってます。今は夏季限定深夜とチキンハートやってます。よろしくお願いします。今日は3人かな、わかんない。うん、まあ、とりあえずじゃあ始めよう。はい、うん、今ね、今振り返ってたの。あ、振り返ってた。 PBQ ステーションからからピビステへの、今2月言ってましたよね。もうそう、もうピビステ始まったの去年夏PBQ ステーションが6月、また振り出しに戻るから。からそこまで。2人が入ったのは何月から、ピビステ。ピビステはかぼちゃの時だ。そうだよ、ハロウィンに1回来て、その後1回いなくて、その後いなくて、そうそうそう、そうなんですよ。そうだね、そうなんですよ。そんな感じ、そんな感じで2月、はい、2月の今ね、口酸っぱく言ってた、この秋葉忍者大戦が終わったとこ。誰かの誕生日した、でケーキいっぱい切ったじゃん。あー、ここでケーキ、ー楽しそうな、すごい。した、2月は誕生日パーティーだ。今は後ろにいらっしゃる、後ろ、後ろ、ね、あ、そっか、ジョニーの誕生日。そうだったね。でももう一生お祝いしないって決めてる。なんかね、心優しきニーニーがね、ジョニーの顔のケーキを作ってきてくれて、これみんな食べにくいよねって言ってた。だけどももさんがサクッザクザクザクッみんなで食べて、その時ね、撮ってもらった写メがあるんだけどね、すっごい嬉しい、いい顔してました。顔してたんだけど、そう、そんな回があった。別にそれはうまく切れたことへの喜び。結構ね、下手なんで切るの。そうなんですか、うん、ロールケーキとかあるじゃん、 あれをこう切るときにだんだんクリームだらけになっちゃうの、こう隙間が。包丁にケーキついてるでしょ、クリーム。確かに1回目よりも最後が。そしたらね、いちいち拭くんだよって言われたの。ああ、そうそう、そういうこと、わかる。拭くって、あ、クリームを拭いてまた切るんだって。だからそうじゃないとくっついちゃう。そうだから、なんかもっこりしちゃって、うん、そっとき言われて、あーって思ったんだけど、その時のケーキの16分割を超綺麗にできたの。すごい綺麗でした、ね、なんか生クリームがくっつかなかったの。そう、上の、ね、生地が綺麗に生クリームはいいよ。そう、そんな綺麗に切れた喜びでした。でした、はい、はい、次3月。3月、3月、3月何して、何してましたっけ。3月、3月、あ、最終回じゃない、 PBQ ステーション。あ、そう、そうだ、この前番組の PBQ ステーションっていう番組が終わりますっていう回だったの。そうだ、最終回かもって。え、でもその最終回何してんの。次や、あれ、ない、そうか、多分普通の番組、普通の番組になっちゃった。多分そうだね。あ、ゆりさんも途中から駆けつけますってなってる、うん、お、そうなの。プラナリア重役出勤ですね、うん、あ、誰か書いてくれてる。3月は PBQ ステーションとしての最終回、うん、超マニアですね、この方。でも何をやったかってわかんない。まだ枠があるから次何しますみたいな、タイトルどうしますとか、 そんな何やろうか。一番グダった回じゃない。グダっちゃった。そう、わかんない、覚えてない。多分そんな感じ。そう、クドゥさんにまだここ時間あるのって聞いて、そう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 、そ、来月までもやるよって言って、じゃあ来月もやる。ジョニーが欠席したんだよ。あれ見なかった。あれ、そう、なんか紙、モモさんが引きちぎったやつ。ジョニーのコーナーやろうぜって言って、そうそうそう、え、じゃ、あ、休んでた気が。そう。あれ、そうだ、当日欠勤。そうだ、バカンス。バカンス。だったんだね。あれ見たの。忍者のイベントの DVD じゃなくて。4月じゃない、じゃん。え、もうそ、あれまで4月だよ、4月。もう、あ、あれはもう記憶が、もうね、じゃあ4月にしよう。じゃあ4月。そう、4月はね、月はさっき言った秋葉忍者対戦シリーズがなんと発売開始されて、うん、で、その内容の発売イベントをやったんだよね、東高円寺ロサンゼルスクラブさんで。そうですね。そう、その時の
ライブとかこう出演者さん紹介みたいなのを流した。流しました、うん、ゆうりちゃんめっちゃなんかいいこと言う、なんかペラペラってこう言葉がスラスラ出てきてて、ね、よそ行きな感じだったね。よそ行きな感じであの時は超緊張したよね緊張しました。うん、多分そんなのを30分ぐらい流したから。そうですね、うん、番組っぽかった。番組っぽかった、うん、そんな感じかな、4月がね。そうですね、うん、そして5月。あ、お誕生日やってもらいました。おー、あ、そうだね、エイコお誕生日、ゆりちゃんに 歌もらって。歌もらって。あ、そうだねあの歌はどこ行っちゃったの。あの歌はもらったの、わかんない、どっかで名前とかちょっと歌詞変えて使おうかなみたいなことを言ってた結局みんなのバースデーソングに、みんなのバースデーソングに使えるっていう感じになった。そうだね、うん、ですけど、そうね、そうそう、これで先月は、うん、あ、私たちのしました。そうです、そうですね、先月、先月はプラナリア会、プラナリアチャンネルが、うん、キャン様をお迎えして。キャン様って誰。キャン様ってこれちゃんと説明しないとわかんないよね。そうだよ、キャン様、キャン様は、キャン様はパイスさんの、パイスさんのところのペット、ペットペット、ペット、うん、大きいペット、ペットですよね。キャン様って書いてあるそうですね、キャン様がいらっしゃいました。カリスマおたげしのキャン様が、あ、そう、みんなほらキャン様、あとカリスマ、そうそう、キャン様、キャン様、コメントが来てますキャン様のが有名なんじゃないの、ちょいちょい。絶対そうだ、そうだね、有名人ですよ ね、 ね、キャン様がなんとこの番組に来てくれました。はい、ゲストでね、この番組大丈夫ってすごい心配されたんですけど、うん、いや、この回が結構割と しっかり構成してますよって言ったらすごい心配してくれて、あらでもほらおたげしてくれてたよね。してました、ロマンスとか見せてくれました、うん、ほらキャン様イコールカリスマおたげ師のが正しいって。あ、そうだ、そんなすごい人もゲストに迎えることができるというこの PB ステ、はい、だって見たかった、ってか痛かったもん、ここ、うん、気になったよね、うん、だからその日ライブだったんだけど、出番終わって速攻、そうだよ、ジョニーさんとあれ神楽坂のパソコンを借りて見た。すごい深夜の顔が出てきて、うっ、って顔、そう、あのこのあー、うん、モーンって顔ね、モーンって顔、ペッペってやつでしょ。そう、そこに、そう、びっくりしちゃった、見られてると思って。だからいつも言ってるじゃん、いつでも見られてるから。電話来てなかった。そうなんですよ、うん、番組中からしっかりやってやるのに電話とかされて、あれ、うん、ちょっと、うん、ちょっとっていう、うん、そんな感じでちょっと見ましたけれども、はい、っていう前回、前回でしたね。そして今日また最終回、また最終回がやってきましたPBQ ステーションはちょっと長かったじゃん、うん、PB ステになってからさ超短かった気がするね。PB ステになってさ3回、今日4回目、あ、じゃあ4、5、6、4回目、4回目にして終わり。早いですね、打ち切り、打ち切り、打ち切りだってね、なんかそうだね、1年ぐらいまたできるかなって噂だったんだけどね。そうですよね、うん、まあ、しょうがないね、しょうがない、しょうがない、言う、もう言っていいのかな、うん、そろそろ半分あたりだって何がこそこそほら最終回の話をしたから、こんなねグダグダだからちょっと頭を冷やそうと思って、冷やす、1ヶ月間ちょっと修行に出ます。そうです、はい、そしてスーパーリニューアルしてどこかで帰ってくると思います。お、そう、ここではないどこか、なんだっけそれここではないどこかだけど私たちに変わりはない、うん、もうちょっとしっかりしましょうっていう意見はちょっと来たよね、うん、もうちょっとしっかりしましょう、ちゃんと考え、ちょっとだってクドゥさんがね、うん、じゃあうち、あの杉さんと打ち合わせしてる時にね、もうこれは需要があるのかっていう話をしてたのそう、さっき聞いてたの、ね、ついさっきだよね、そう、ついさっき、さっき本当あのね、7時ぐらいにここに到着して準備するんですけど、うん、その時に話してるのをちょっと聞いてたら、もうやってていいのかって、そう、クドゥさんにこの番組はやって続けていいのかって話をしてたの、うん、
そしたらクドゥさん的にはもうぜひやってくださいね。そう、うん、ぜひやってくださいって言っていただいたので、はい、あやるしかないなっていうね、はい、多分9月から、そうだね、お9月からここではないどこか、ここではないどこかでまた新学期でも一緒でしょ PB 違う違う、秋葉 .tv 何何これ、ここではないどこか回答が来てましたね、ここではないどこかグレーの17枚目のシングルである17枚目のシングル詳しい詳しい、そうですね、そうです、ということでリニューアルオープンするんでね、ぜひ忘れないようにしていただければと思います、うん、どうなるかな、全然わかんないね、2学期夏休み明けでも9月だからバースデースペシャル、あ書いてあった、あ9月ということはももさん誕生日スペシャルですか、イエスイエスそうなの、イエスアイドゥ、ライブもやるじゃんよ去年もライブもやったけどやりました、うーん、違いますって感じ、違う、なんで違うのさ、わかりません、このさっぱりした書き方は誰だろうって言われたんですけどね、わかんない、違います、じゃあプラナリア1周年かな、なにいや大事なところっていつもなんかないんだけど、あ違った違った、お休みです、ガシ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 やるんだよね、ここで言っていいのかな、8月から桃園のアメーバスタジオで放送があります、わーイエーイ、今のところ一応日にちも3日、ここはいいのかな、一応決まってるので3日は一緒に行きます、ついの1周年スペシャル、え、そこでやるの初回だけどね初回でまあまあでもそこにゲストで来てくれるんで、その時また半分ぐらいお祝いしましょう、はい、開局記念と深夜1年記念そこでアメーバさんでやるのすごい、そうでもまだ何も決まってないので、なんかやってほしいことがあったらももちゃんのブログまでも、うん、お弾かれない、1回目からね打ち切りにされちゃったら困っちゃうそうなんです、まあフィビーしてお休み1ヶ月間は桃園で我慢してくれたらいいなと思うえ、どこでやるんですか、わかりません、みんなはネットから見れるそうなんで、あそうなんですか、うん、多分かそう、詳しくはまあブログ見てください、そうなるほど、そうまだ来てないんですよね、ももさんの大丈夫です、みんな根気よくブログにコメントしてください、弾かれません、弾かれませんということでね、1年1ヶ月目にて終了、うん、そう、なんかある最後言いたいこと、もう最後ですか、ん、うん、あまだあるよ、びっくりしちゃった、もう私時間の感覚がわからないでもさ、一人なんかね、ももさんバースデースペシャルですか、違いますの次に否定してるのはジョニーさんです何ジョニーのコメント、なんか会話してるみんなジョニー知ってますみたいな、時々参加アットジョニーだとそうですね、まだ22分あります、あれシーニャ T シャツから襟出すなって書いてあるよ、あ、またということでね、闇の総支配人が見てるんでピシッとピシッとピシッとしないと電話がかかってきちゃうからね、電話かかってきちゃう、はい、ということで出ない今回だって今回も振り返った時何したか言えなくなっちゃうじゃん、このまんまじゃ、ほら、あ確かにこの回何やったの、エリポン喋れってほら、はい、来てるよ、食べてるごめんなさい、チキンナゲットが美味しいですチキンハットだから、ね、チキンですから、チキンなだけにチキンが好き、チキン大好き、チキンハットではエリちゃんに MC 担当してもらおうと思ってんだけど、いつもあわあわしてるから結局いつもって、うん、そうだよね、2人のユニット夏季限定だから、そうなんですよ、んえなんか言いたいことないのチキンハートは不滅ですそうだねよくわかんない、ずっとチキン、ね、
今日結構シーンとするね。いや、みんながシーンとしてんだよ、うん、私たちはシーンとしてるわ、ね、人のせいもう汗が止まらないよ。まだ暑い、まだ背中がもうダラダラ、ね、うん、始まり。ママ T シャツをさ着てさ、うん、来ればよかった。あー涼しい、超涼しい、来た涼しい、来た。こっちはあるんだ。始まりはあれば終わりがある、うん、そして再出発の時でもありますね。だっていいこと言う。再出発です。そうです、涼しいです。涼しいね。不滅じゃなくて破滅ですかって言われてるよ。ん破滅シニアさん、チキンハートは引っ張るだけ引っ張れ、引っ張れるだけ引っ張れて。何引っ張るの？いや、続けられる限り続けろってことじゃない？あ、そういうこと。え、夏季限定じゃない、もう。やばい。好評？好評？何ないだよ。好評？好評ですか？衣装は好評です。そうなの。衣装か。衣装すごい褒めてもらえる。いつも T シャツだから。考えただけあった。ね、すごい可愛い。あれは考えた。あれじゃ冬バージョン、袖つけたら？コーンにすればいいんじゃない？おー、コーン。でも今度思えば白い長袖ですね。そうだね、確かに、うん、でも大体ほら衣装好きって来てるよ。お、多分そこの人。衣装もだ、うん、もよかった。もう踊りが好評ですだって。あららいいな、ももちゃんなんてね、うん、踊りはもうちょっと頑張った方がいいねって言われたことあるよ。なんであんな動いてんのに。あんな動いてんのに。そうだからね、チキンさんリリリー好評らしいですよ。うん、私もう踊っちゃうかな。じゃあ、あのね、あの仲間に入りたかったらピンクのタイだけ用意すれば仲間に入れる。本当どうしよう。ゆりちゃんには私の残りの布があるんで布あるんで。ピーチチキンハート、ピーチチキンハート、うん、なんかよくはいっぱいコメント来ちゃった。わかんない、拾いきれなかった。今日はコメントも大盛況で、やったー、はい、ということでした。はい、あとね20分ぐらいあるよ。ほらほら、もう充電切れるの早いね。今日どんな、今日でも振り返る のコーナーだったからいいと思うね、うん、いつも振り返る。うん、今月を振り返る。じゃあ今月、うん、今月はどんな月でした。ないない、ピーチキンハートです。ピーチキンハート、ピーチチキンじゃなくてピーチキンハートだって。ピーチキンハート、ピーチキンみたい、ピーチキンみたい、ピーチキン、いいじゃん、ハワロマンズ的な。本当だね、いろんな仕事回ってきそうでね。ピーチキン、でもピーチキンみたいじゃない、キンキン、ピーチのキン、ピーチキン、名前出すのね。シーチキン、シーチキンハート、もういいですそれは。誰でもなくなっちゃう。でもシーチキンの CM もらえるかもしれないじゃん。シーチキンハートって、ね、いつもおにぎり食べてますみたいなさ、なんかシーチキンライブ中おにぎり食べるやつとかやればいいんじゃないですか。そう、2人でどっちが早く食べれるかみたいな。で、そう、勝った方がその日のメインをできるみたいな。全然乗り気じゃない。乗り気じゃない。乗りが張り付いちゃう、ですね、はい。じゃあ今月を振り返るとすると、もういっぱい言っちゃった。チキンがデビューだったんじゃないの、チキンさん。でも6月後半から始まったから。あ、長いね。そうなんです、うん、前回のピビステの次の日から始動してたんで、うん、23日からね、はい。今後の予定は、今後の予定は8月は2本、8月はそうなんです、お外のライブに2本決まってます。そうなんで、主催ではどうなるか分かんないね。主催どうなるか分かんないでしょ。分かんないかもしれないね。ももちゃんだってほらすごいユニット名つけたらいいんじゃない、みんなで。何、レンジャーに勝てるような、うん、あれかレンジャーがいいの。レンジャー、レンジャーでいっか。明日までいいか、レンジャーっぽいんだよね。お、うん、うん、あと5分は普通のことやる。え、あと5分。告知の前に、うん、よく食べるね。いつもと同じじゃん。いつもと一緒です、よく食べてます。よかった、ね、大きくなりません。大きくなりません。まあおかしかった。なんて大きくならないの。大丈夫だよ。
なんか言うことないの、ね、大丈夫。言いたいことはいっぱいあるんだけど、告知だから最後にしようかな。あなんかないの、なんかないの、ないの、なんでだろう。最近ハマってることは、はい、最近ハマっていることはアニメです。いつもアニメしかないよ、ね、アニメばっかりだよ。なんて毎回こう新しいのが始まってくるんだよ、どんどん春夏。こう寂しいよ、忙しいんですよ、チェックが。おすすめのアニメは今は黒バスですね。黒子のバスケです。ちょっとバスケになっちゃった焦っててもう来たよ、バスケバスケ張り切ってきた。へえ。テレビ見ないどうってもらえなかったアニメは好きだけどね、あんまりわかんないから。ももさんの最近のハマってることをなんだろうね。じゃあ深夜から行こう。え、考えるうち、ん、最近、うん、最近ハマってること、うんうん、ね、あ、これパッケージがないんだけど、うん、あ、塩が入ってるジュースを買うこと。いつも買ってる最近でしょ。ソルティーライチ、うん、ソルティーライチ。やっぱあれかな、夏だから。そう出るんだよね。そこら辺は考えてる、体のこと。おお、塩分塩分塩分抜けちゃうもんね、うんうん、水分とってもあれお水とか飲んでもダメなんだって、夏は出ちゃうもんね、汗で。塩分、塩分も、うーん、そうだね。あとはない。あと最近私ハマってるもずく酢。おお、わかんないけどもずく酢がすごく美味しい。ダイエットにいいんじゃない。ああ体も柔らかくなるよ。そうなの。いいね。お酢、お酢それはガセネタだよ。だしだってね、昔ねずっと酢飲んでたの。飲み方が悪いんだ。何がいいんじゃないの。常日頃飲んでたよ飲むんじゃなくてそういうもずく酢とかそういうのってじゃあリアルにね酢を薄めて飲んでたの。薄めちゃダメなんじゃないの。なんかよくあるそうリンゴ酢とか。もうねジュースとかじゃなくて本当の酢を薄めて飲んで、本当に酢わかるこの気持ち、うん、もうねどこにいても酢臭いのももさん酸っぱい。そうでね酢に汚染されすぎてやめた。でも酢って痩せるかもよ、うん、だってリンゴ酢ダイエットとか体柔らかくなんなかったけど痩せたよママさんでも元から柔らかくないですか。いや最近硬い。本当ですか。だって前は酢飲んでない。だんだんねカチカチしてきた。あらあら、うん、単なる酢もも、ま、酢もも酢ももさん酢はでも好きだよ。酢ももさんほんとすごいよ本当な飲みづらい飲みづらい。リンゴ酢っていう頭がなくてなんかありだ本当の酢穀物酢。そうそれはまずいじゃない。でもねそういう嫌な思いをねすることによって得られることだと思ったのね。ああそうそうですよ、苦しんだんだからそう苦しいものみたいになろうだろうって思ったけどね。ちょっと待ってわかんないよこれ何イカリア長介おいっすえ、何の話からすか。おいっす、おいっす。えりちゃん、ゆりちゃんに電話しろだって。あれ電話しろあとね、10分しかない。あ、やばい、告知の時間だ。え、告知人形みたいなのはなんだあれって。うなりですよ。そういえば今日うなりに触れてあげなかった最終回なのに。今日はうなりのお別れ会なんです。そう、私がね、うなりくんに出会ったのはここが初めて。うん、そしてそのうなりくんに心惹かれて今ツイッターもフォローしてます。うん、うなりくんフォローしてます。といつもいろんなところに出かけててね。そう、私より結構活動的だよ、うなり、うん、あ、本場のうなり。そう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 、この子は家にいるけどこの子は家とここでしか来ないから。そうだね、家を守ってるけど本当のでっかいうなりくんはいろんなところ行ってる、うん、うん。普通にうなりくんはツイッターでは普通にしか行ってない。そう、これそれもちょっと衝撃だった、うん、すごいね、ちゃんと喋る、普通に喋ってる。え、で最後にうなうなってついてる、うなうなってついてる。
可愛いやつです。なんだっけ、うなり時間じゃなくて、なんだっけ、この間あなんかあったよね、なんとか病、うなり病、うなり病、うなり病、うそう、うるう病、うなりじゃないじゃん、うなり病そう、うるう病、それをうなりくんが発言してたの、うなり病ってね、ちょっと失礼、うなり病、うるう病あ、うなり病、私うなり病そう、うるう病らしかった。えゆりちゃん留守電です。それはももたんのニーニーだよ。そうだよ、その人形じゃなくて画面右下の茶色い着ぐるみ。着ぐるみじゃないよ、着ぐるみ、帽子だ、帽子。それはそれあ、本当だ、映ってますね、常に。いつもね、ここは動物園みたいにね、たくさんの、あ、帰ってくれてる。とりあえず昨日誕生日おめでとうございます。あ、はい、おここで色紙が出来上がったので昨日お誕生日だったニーニーに色紙が行きました。いつもはね、あのニワトリをかぶっているニワトリさんさんです。今日ちょっと画面に見切れた位置にありがとうございます、ね、こうどうぞなんでそこにいるのにさ、コメントで参加するのかはい、ということでおめでたい、おめでとうございます、バースデースペシャルですね。放送が終わった後はいっぱい食べていただきたいと思います。そうそうそう、はい、じゃあちゃんと告知ね、最後に告知でもしますかね。まあ、いいよ、どうぞ。じゃあ別にこれ8月は8月のみんな主催ライブ、はい、明日8月じゃない、あ、明日もあるんです、明日もあるんです、明日は31でしょ、31、7月31日終わったらの後です。はい、たら明日の後は、明日も出社イライブです。東出社イライブ出社イライブは、はい、東コンジロサンゼルスクラブでやっております。はい、5日日曜日、うん、私でも全部、うん、出社会はね、出社会5日日曜日、19日日曜日、はい、これは昼と夜、昼は普通のアイドルライブ、夜はバンドライブとなっております。なんかね、すごいバンドを仕入れてきたよっていうね、情報が、そこで歌えるかもしれない、うん、予定を見て、はい、で31日、はい、はい、同じくミックスジュース、来月は4つかな、本数的にはね、うん、な感じな感じです。ちゃんとコメントに返ってくれます。お、本当だ、すごい、はい、ミックスジュース8月5、19、31、うん、うん、何やるんだろう、ライブかな。ライブ、多分ライブですね、多分。多分ライブだよね。はい。何、うん？何？八月のミックスジュースの酢がもう酢になってるよ。ミックスジュース。スパイス。スパイ。うん、まああれだね。みんな酢飲んだらいい。もうドリンク酢。そう、酢。なんか。いや本当に酢臭くないから。でもミックスジュースだから、あの、私たちドリンク。のとこにいるでしょ、うん、酢入れちゃうよ、じゃあミックスジュースを作りたいの、ミックスジュースってものを、あー、なるほど、オリジナルでね。でもそのミックスしていいのかわかんないから、多分原材料持ってったらいいんじゃない、自分で。へえ、うん、あそこほら、あのあれがオレンジとグレープフルーツジュースしかないから、うん、ミックスしても2種類でしょ。そう、うん、うん、確かに、もっと、ま、でも何、それに炭酸入れるの、うん、炭酸、そうだ、あ、確かに、何入れればいいの、ミックスジュースって何が入ってるもの、なんかね、ミ、何でもいいんじゃない、多分なんかね、ピーチのジュースと、うん、じゃない、ミックスジュースって、ピーチとオレンジとバナナと、あ、うん、リンゴないじゃん、そこ、私リンゴジュースすごい好きなんだけど、はい、ということで、じゃあリンゴジュース持参でニーニー来ていただきたいということでね、はい、東高円寺はいつもいるから、ドリンクカウンターにもいるから、は
ライブ中以外も素のみんなが見れる。素のみんなが。その素じゃないよ。そっちの素じゃなくてね。結構素でしょ。素です。素です。いつも素だ。いつも素です。そんな素じゃない。うん、あーそうだ。ミーニーは飲食もあちこちにできないよって書いてます。あプレゼントなら大丈夫だよ。プレゼントなら差し入れなら大丈夫だよ、ね。差し入れならか。じゃあそんな感じで。来、うん、再来月か来月からはミックスジュースでミックスジュースが飲めるかもしれない。お、考えとくということでした。はい。桃園にドリンクは頼まない方がいい。え？うん、そうなんだよ。いつもぐちゃぐちゃだもんね。垂れるのなんか知らない。垂れる。こあれから映してるだけなのにビシャーってなって。この間だってエリポに拭いてもらったもんね。確かにちょっとあのドボドボってこぼれてるのをこうスススって。すっごいね冷蔵庫の中でねウロンちょこぼしちゃって。びっくりして冷蔵庫の中がねビチャ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 って。ママさんちょっとあのそう雑巾。東コーヒーさんには秘密だったんだよね。一本分くらい出ちゃってる。隣のビールのあの包んでる紙は湿ってたと思うけど。ああ、明日作るよ。ね、多分全国の人が見ちゃったからダメやこれ。明日オレンジジュースじゃないや、ウーロン茶買ってかね。はい、ということでした。桃園からはじゃーん。はい。はい、もう何回も言ってるけど、来月ピピしてないそうなんでね。はい。見てこの9月17、超よく見えます。見えます。はい。長いね。なんか長い。何がなくとも9月17はぜひ、うん、東高円寺ロサンゼルスクラブでやります。月曜日の祝日です、うん、ちっちゃくて見え そこまでは元気がなかった。今日ここ塗るだけでね、部屋でほら匂いにやられたから。あ、うん、でーす、よろしくお願いします。はい、チケット売ってるもんね。そう、チケットもね、はい、今いっぱいライブで売ってるのでぜひ買ってほしいと思います。グリーあるあるよ。あ、違います、ね、じゃあチェリポン、はいはい、来月はチキンハート。来月はチキンハートですね。チキンはチキンは21日ペンタゴンさん、うん、そして27日東中野さん、うん、東中野えっと英語があれ読めなかったの。あ、ミュージックシーチ、私も一回言ったけど分かりません。東中野、うん、東中野でホームから見えるの。うーん、そう、面白い。そうチキンさんはそこで出てきますんで、うん、はいかな。あとは事務所主催そうです、うん、あとは事務所主催です、うん、はい、ライブはいっぱいあります。そう、来月もまだ18本ぐらい今あるから。私も16本ぐらい。よかったら来てください。あとアメブロじゃない、うん、アメブロもあるんですけど、シーニャもグリーが芸能人公式になります。おー、アカウントをね取っていただきました。これももちゃんのなんで下は違うけど、まあ一緒です。下わかんないもん、まあ、まだ多分ね、夢さき PC にやってなってる。シーニャあのね、だからグリーンのアカウントを持ってる人はもちろんのこと、うん、持ってない人も見れる。あの見れるじゃない、違うの作ってお友達になってください。おお、そうですね、うん、うん、グリーンもね、そう、面白いよ。ゲームあーやばい、そろそろ終わりだって。じゃあ終わりにしましょう。一人いないけどそうだね、コメントにゆうりさん間に合わなかったかってなってます。そしてもう一個、あ、まあいいや、間に合わなかったみたいなんで、じゃあ締めましょう、はい、ということで今日は PB して最終回、たくさんの皆さんありがとうございました。ありがとうございました。再来月からもまた始まる予定なのでよろしくお願いします。